エカテリーナ・ダーシコワ、エカテリーナ・ロマノブ・ナ・ダーシコワ公爵夫人、プリンセス・エカテリーナ・レマーナ・ベナ・ダーシコバ、1744年3月17日、グレゴリオ歴3月28日から1810年1月4日、グレゴリオ歴1月16日は、ロシアの貴族、ロシア皇帝エカテリーナ2世の最も親しい友人であり、ロシアにおける主要な啓蒙主義者の一人、 ロシア科学アカデミー委員長、ロシアアカデミー総裁として、エカテリーナ2世統治下のロシアにおいて、文化、教育、科学政策を主導した。なお、日本語での表記は、ダーシュコワのほか、ダーシュコバ、ダーシュコワなどがある。なお、エカテリーナ2世と同盟であり、当然正式な発音は同じく、エカテリーナであっ1744年3月17日、 エカテリーナ・ボロンツは、後のエカテリーナ・ダーシコは公爵夫人は、ロマン・ボロンツォフ伯爵、マルファ・スミルナ夫妻の三女として生まれる。ボロンツォフ伯は議員を務め、シベリアの富豪の家の出であるマルファ夫人をめとり、金融業を営み、大ポケットのロマンの衣装を持っていた。聡明な人物であったが、当時のロシアにおける、フリーメイソン、ロシア語では、マソンストボの中核メンバーでもあったことから、 世評はかんばしくなく、豪欲、変人とみなされていた。ロマンの弟でダーシュコワの叔父にあたるミハイル、イラリオノビッチ・ボロンツオフは、新仏派の政治家で、副債賞を経て、債賞にまで上り詰める。兄アレクサンドル・ボロンツオフは、商務長官、弟セミオンは、中英大使をそれぞれ務めた。また、二人の姉マリアとエリザベータ・ボロンツオバ、通称、リーザ。 口述は助官として宮廷に仕えた。2歳の時に母、マルハが亡くなり、ダーシコアは、おじ、ミハイルの屋敷で養育され、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ラテン語、音楽、絵画に関して高い教育を受けた。若い頃から、男勝りの才能と性格を発揮し、これが彼女の非凡な一生を形成した。12歳の時、魔神にかかり、郊外の別荘に隔離され、 読書に没頭するようになる。数学を好んだほか、ベール、モンテスキュー、ボルテール、ヘルベティウス、W、クロード・エイドリアン・ヘルベイシャスらの著作を好んで、読みふけった。少女時代に宮廷に三大を許され、皇太子妃、エカテリーナ・アレクセーブな大皇妃、後のエカテリーナ二世と出会い、その一等の主要な一員となった。1752年2月、 16歳を迎える前に、リューリク朝以来の伝統を誇る、名門貴族のミハイル・ダーシュコフ公爵と結婚し、モスクワに移った。二人の間には、長男、ミハイル、長女、アナスタシア、次男、パーベルの次男カズメが生まれた。1762年、サンクトペテルブルクに移る。ダーシュコフ公爵は、オラニエンバウム、ゲン、ロモノオソフにあった。 皇太子夫妻の別荘の警護を担当する、この絵師官であった。その関係から、ダーシュコワ夫人は、当時皇太子妃であった、エカテリナ二世妃の地狂を得、親しく政治論、社会論、芸術論を戦わせるなくてはならない間柄になる。一方で、ダーシュコワ夫人の実家ボロンツオフ伯爵家は、最小ベストゥー・ジェフリュー伯爵の室。 エリザベータ女帝の宝魚と、ピョートル三世の即位に前後して、おじみ入るボロンツォフが最小に就任。ダーシュコワの姉で、ピョートル三世の常人であったエリザベータボロンツバは、女官長となり、皇后エカテリーナと、その一派を凌駕する勢いであった。一問挙げて、ピョートル三世支持派となった、ボロンツォフ家の中にあって、ダーシュコフはただ一人、皇后エカテリーナに忠誠を誓う。 ダーシュコアは同志を募り青年将校の中心であったオルロフ兄弟を取り込むことに成功した。1762年6月27日、同志であったパセク単位が逮捕されたことをきっかけとして、皇后派はグリゴリー・オルロフを中心にお観光。6月28日、エカテリーナに生息位を宣言する。女帝の当局に大きな役割を果たしたダーシュコア夫人は、 女帝から2000ルーブルの年金と農民600名を貸しされる。ピョートル三世に寄避され、在外勤務をしていた夫ダーシュコフ公爵も帰国を許され、順庄に昇進、自重に任命された。当時、ダーシュコアは、シュバルフ伯爵をして、19歳の女性側が国の政府を変えたと絶賛させるに至った。ダーシュコアと女帝との関係は、 ダーシュコアが忠実に献身し続けたにもかかわらず、次第にギクシャクしたものになった。両者の不協和音の最初の原因は、7月8日のピョートル三世への殺害である。選定殺害に、ダーシュコアは大きな衝撃を受ける。この事件を契機に、オルロフ兄弟との関係が悪化した。9月22日のエカテリーナ二世の戴冠式に伴い、同日付でダーシュコアは、 最高助官庁に任命される。しかし、女帝の常人で、休務官として、実力者となったグリゴリ・オルロフ公爵に対して、嫌王の年隔しきれず、クーデター直後で、旧帝内の混乱を避けようとする女帝にも失望する。1764年、夫ダーシュコフ公はポーランド派遣軍司令官となるが、8月17日赴任先のポーランドで休止する。ダーシコは、 ショックで倒れ、左半身麻痺が残った。ダーシュコワには、負債が残された。女帝から、負債処理のため、施重量地売却の直挙が降りるが、長身に対する工具と比較して、あまりの不遇にダーシュコワは激怒し、領地である、モスクワ近郊、トロイツコエ村に下り、公爵化の再建に取り組み1769年に、完債する。この間、 1768年に自身と二人の子供の天地療養を名目に西欧旅行を請願する。翌年9月直帰を得たダーシュコアは12月サンクトペテルブルクを立ち、ミハルコア夫人の変名で第一回西欧旅行に出発した。1770年プロイセン王国のフリードリヒ2世と会見する。保養地のスパーで療養中、イギリススコットランドのモーガン夫人、 ハミルトン夫人と交友を持つ。大陸から途営し、ロンドン、バース、ブリストルを経て、オックスフォードに赴き、オックスフォード大学で、ブリタニカ大辞典を閲覧し戦望する。11月大陸に戻り、パリで、ドニ・ディドロと会う。ディドロは、ダーシュコワ夫人は全く美人ではない。当時27歳の彼女が40歳くらいに見えた、と、要望については、辛辣に語っている。 しかし、話すときは率直で力強く説得力がある。正義を重んじ、尊厳を尊ぶ。芸術を理解し、人間をよく理解し、祖国の窮状を知り、圧政とあらゆる暴虐を強く憎むと彼女の内面を絶賛している。南仏でハミルトン夫人一家と過ごした後、1771年にスイスに行き、ボルテールと会い、彼にも称賛された。 ハミルトン夫人と別れ、9月末頃、サンクトペテルブルクに戻る。帰国後、エカテリーナ2世から7万ルーブルを貸しされるが、これには、ディドロ、ボルテールがダーシュコアを褒めたことと、女帝の愛人であったクリゴリオルロ不公爵の失墜が影響した考えられる。しかし、1773年、ニキータパーニン伯爵の皇太子、 パーベル・ペトロビッチ大公擁立未遂事件に関し、計画合意書に署名していたため、1775年まで、領地で筆則を余儀なくされる。このため、1773年9月に放浪した、ディドロとは会見できなかった。1775年次男、パーベル・ダーシュコフの教育を名目で、外遊許可を請願する。1776年秋、パーベルは、 エディンバラ大学に入学。ダーシュコワは、パーベルの教育環境を整え、デイビッド・ギャリック、デビッド・ギャリック、ウィリアム・ロバートソン、ウィリアム・ロバートソンらに、息子の教育を任せた。ダーシュコフ自身息子以上に、英国市民社会の理念に影響を受け大学の自治や、学問の自由について、身をもって知ることになる。1782年に帰国したダーシュコワは、 1774年にエカテリーナと結婚していたと伝えられるグリゴリー・ポチョムキン公爵を通じて女帝に配越する。次男・パーベルは将校に任官し、ポチョムキンの副官として南ロシアに赴任する。1783年1月24日、ダーシュコワ夫人は女帝エカテリーナ2世によって、サンクト・ペテルブルク科学アカデミー委員長、総裁は、 キリルラズモフスキー伯爵に任命される。科学アカデミー委員長として、ダーシュコアは、アカデミーにおける学者の優位を確認すると、とも、帝国に研究成果を普及することを方針とする。財政再建と出版活動の活性化にも力を、注ぎ、レオンハルト・オイラーの論文集や、教科書、地図、ロモノーソフ全集を出版し、廉覇で販売したため、 約16万ルーブルの黒字を生んだ。この資金をもとに、学者のための基金を創設。さらに気化学、力学、科学、地理学、博物学の公開講座を開催し、下級貴族や、歌詞館を中心とする各層に門戸を開いた。1783年夏、三大した男子コアは、女帝にロシア語研究の必要性を根性して、同意を得、その場で、 ロシアアカデミーの創設と総裁就任を打診される。9月30日ロシアアカデミーが設立され、ダーシュコアは同アカデミー総裁に就任、科学アカデミー委員長を兼任し、ロシア帝国の2つのアカデミーの長として、ロシアの教育、文化、科学政策の総責任者となる。ダーシュコアは、科学アカデミー初期で言語学に精通していたイワンで病ンを、 ロシアアカデミー常任初期に任命し、実務における補佐役とした。10月21日、ロシアアカデミー設立総会が開かれ、同アカデミーは、ロシア語文法研究、ロシア語辞典作成等を目的とすることを決定した。ロシア語辞典作成において、ダーシコフ自身も3文字担当することになったが、配列をめぐり紛糾する。アカデミー側は語源を同一とする学術的配列を、 主張したのに対して、女帝周辺は、アルファベット順を主張した。結局、この問題は、アカデミー側が1778年エガテリーナ2世のクリミア凝硬中に、ロシア語配列を決定し解決する。1793年ロシアアカデミー辞典、全六巻が完成する。1789年、フランス革命が勃発し、女帝との間に、 言論の自由をめぐり亀裂が生じるる。ようにな1793年、雑誌、ロシア演劇をめぐり、女帝と対立したダーシュコワは、ロシアアカデミー総裁辞職を願い出る。1794年、エカテリーナ2世は、ダーシュコフに対して、休暇を直挙する。この間、家庭的にも、長女、アナスタシアの夫妻問題や、将来を期待した息子、 パーベルの結婚問題などに暴殺される。また1791年、パーベルの引き立て役だった英雄ポチョムキンが死去。兄で、商務長官のアレクサンドル・ボロンツォフも、アレクサドル・ラジーシチェフの逮捕、流刑が元で政界を引退するなど彼女の政治的基盤も揺れ動いた。そして1796年11月6日、エカテリーナ2世が崩御し、パーベル1世が即位する。 パーベル一世は、ダーシュコアを正式に解任するとともに、ノブゴロド県の息子の所領に撤去を命じる。1801年、パーベル一世が暗殺され、アレクサンドル一世が即位する。祖母エカテリーナに君等されたアレクサンドル一世は、ダーシュコアの復帰を要請するが、ダーシュコアは、高齢と健康状態を理由に固辞した。同年7月最高助官長として、 アレクサンドル一世の戴冠式に列席した後、公職から退く。その後は、雑誌、啓蒙のともに、ロシア以下、ロシア女のペンネームで寄稿する傍ら、増援を、もっぱら趣味とした。1803年、親友ハミルトン夫人の名、マーサ・ウィルモット、マーサ・ブラッドフォードがダーシコアの元を訪問し、後に、マーサの姉であるキャサリンと共に1808年まで、 滞在した1804年、姉妹の勧めで回想録を執筆する。1806年1月、息子、パーベル・ダーシュコフ公爵に先立たれる。1807年、ダーシュコアは、父ロマンの魔帝、イワンの孫のイワンイラリオノビッコ、ダーシュコフ家の相続人とし、アレクサンドル一世の直居を得てイワンは、ボロンツオフ・ダーシュコフ生を名乗る。1810年1月4日死去。 1840年、マーサ・ブラッドフォード夫妻は、ダーシュコア回想録をロンドンで出版する。1859年、ダーシュコア回想録のロシア語版が、アレクサンドル・ゲルセンによって出版される。ゲルセンは、回想録序文でダーシュコアを、エカテリーナ2世と並ぶ偉大な女性として、称賛している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。